こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。日本に駐留している米軍基地でも動きが出てきた。それは戦闘機の入れ替えや配置転換などが行われている。米軍としても中国への牽制とみられている。岩国基地でも動きが出てきた F-35B ステルス戦闘機が配備される。その数32機へと増大している。では、今回、この岩国基地について話していきますね。昨年の2019年に、すでにアメリカ海兵隊が計画を明らかにしていた。岩国航空基地への第5世代戦闘機 F-35B ライトニング2の追加配備が、このほど実施される見込みであるとが報じられた。岩国航空基地には、まず2017年1月にアメリカ以外の国で、世界初となる F-35B ライトニング2の10機の配備が行われ、同年8月にはさらに6機が追加され、現在合計16機の同機が運用されている。今回の追加配備は、現在岩国基地に配備されている FA-18 ホーネット戦闘機を置き換えるものとされており、12機の同機を16機のF-35B ライトニング2へと更新することになる予定だ。これについて、防衛省の関係者らが26日に現地に入りし、その内容についての説明を行ったとされているが、当該の自治体では、住民生活への騒音の影響を懸念する声もある。このため、岩国市長は、騒音に関するデータの提出を防衛省側に求めており、同様に山口県知事も輸送される騒音について国への提示を示唆し、関係自治体との調整を行うとの見方を示した。こうした背景には、かつての厚木基地使用をめぐって夜間の騒音問題の発生した過去が影響しているとみられ、人口は厚木基地の綾瀬、大和市の約32万に比べ、岩国市は約13万人と少ないとはいえ、慎重な姿勢だ。ただし、厚木基地で騒音問題が顕在化したのは、アメリカの航空母艦艦載機が離発着訓練を実施していたことが主要因と思われ、現在、これは、硫黄島で実施されており、直接の影響は少ないだろう。ちなみに、短距離離陸、垂直着陸が可能な F-35B ライトニングには、航空母艦化改修を行う海上自衛隊の護衛艦、出雲、加賀、の、艦載機ともなる予定の機体であり、日本でも必須の機体となる。アメリカ海軍は、この F-35B ライトニング2を、強襲揚陸艦の艦載機として、運用していく方針であり、岩国航空基地の同機も、現在佐世保港を、母港とする強襲揚陸艦、アメリカの艦載機となっている。アメリカ型強襲揚陸艦1番艦のアメリカは、現在のアメリカ海軍における、最新型の強襲揚陸艦だが、甲板に駐機しない運用では、F-35B ライトニング2の最大搭載数は20機程度と考えられている。このため、今回の追加配備が行われた場合、合計で32機となる。F-35B ライトニング2戦闘機のすべてが、強襲揚陸艦、アメリカに一度に、
収容できるわけではなさそうだが、予備機も含めた運用かもしれない。岩国航空基地は、前述の佐世保や横須賀などと同じく、もともとは戦前に、置かれた旧帝国海軍の基地だったものが、現在はアメリカ海兵隊と、海上自衛隊の共同基地として運用されている状態だ。ただし、戦前の歴史は浅く、太平洋戦争開始のわずか3年前である1938年に、旧帝国海軍の飛行場建設が始められたことに端を発し、1940年に、教育隊、練習隊の基地として稼働を始めたのが起こりである。日本の敗戦後には、占領軍として中国、四国地方に進駐したイギリスが、管轄する空軍基地となり、その後1948年にはオーストラリア空軍の管轄下に置かれ、1952年にはアメリカ空軍へと引き継がれた。さらに、1954年にはアメリカ海軍が管轄することになり、1957年には海上自衛隊との共同基地化、翌1958年に現在の形であるアメリカ海兵隊が管轄を担当する基地へと形を変えてきた経緯がある。現在はアメリカ海兵隊が管轄する岩国航空基地ではあるが、横須賀を母港とする大型原子力航空母艦ロナルド・レーガンの同港入港時には、その艦載機の中の固定翼、機の駐留にも使用されている。この固定翼機とは FA-18EF スーパーホーネット戦闘機、EA-18 ギガグラウラー電子戦機、E-2D 早期警戒機などであるが、今回、更新の対象とされるのは、アメリカ海兵隊の FA-18 ホーネットだ。岩国航空基地に常駐している部隊は、沖縄に司令部を構える。第1海兵航空団の傘下にある第12飛行大隊であり、今回更新されるのは、この部隊の FA-18 ホーネットの12機ということになる。この FA-18 ホーネット12機は、詳しくは FA-18D と呼ばれる。複座型の戦闘機であるが、すでに20年前の2000年に生産は終了した。機体であり、ようやく今回 F-35B ライトニング2への入れ替えが行われる。FA-18 ホーネットといえば、アメリカ海軍の大型航空母艦の主力戦闘機の代名詞的存在だが、こうした海兵隊をはじめ、カナダやオーストラリア、スペインなどでは、空軍機としての採用国も多い。ただ、FA-18 ホーネットの製造元の現ボーイング社は、このところ、アメリカ軍における主力戦闘機の座を F-22 ラプターや F-35、ライトニング2を要する、ロッキード・マーチン社に独占されている。こうしたこともあり、インド海軍の航空母艦艦載機の調達に向けて、FA-18 がスキージャンプ式の発艦も可能だとシミュレーションや実機を使用した検証をしているとも伝えられ、厳しい状況がうかがえる。